はい、どうも、おはこんばんちは、ウエスタン木村です。ですね、ガチャをですね、引いていこうと思うんですけど、今回はですね、SSR 確定チケット、チケット類をね、引いていこうと思います。なぜかというとですね、まあ、所持してない、SSR がね、たくさんいるということで、まあ、血類石のね、こっちか、未所持のね、確定みなし子ガチャとかね、先進の方もありますけども、特別枠ですね、所持してないのが、まあ、これだけいるということなんで、どう考えてもギルビーとかバーリー、よもつひらさかな、なんと、ドゥアドまではね、まあ、あれでも引けるので、通常 でも引けますしね、まあ、クレオパトラとかシャルルいい加減に取っておきたいというところもあるので、まあ、引いていこうかなと思います。まだ工場落ちもね、してないキャラクターも多いですけども、まあ、なるべくなら工場落ちしてないキャラクターを引きたいということで、まあ、確率を上げるためになるべくならこういったところで、クレオパトラですね、クレオパトラと、そうですね、シャルルですね、シャルルを引いていければなと思っております。みなしごはそうですね。で、先進は先ほども言いましたけどギルビーで、バーリーですね。あ、後期のラン持ってるな。よもつひらさか、なんとですね、竜が持ってますからね。という感じで、確率を減らしていきたいということで、行ってみたいと思います。ちょっとね、前置きが長かったですけども、行きましょう。では、これは一連ですね。一連でなっております。引いていきまーす。さあ、どいやどや前はね、これを10連だとばっかり思ってたからね、って思ってたんですけどね、確実に1連です。はい、アーサーさん、ありがとうございました。完走しております。ピースに変わります。エミドへやってきて、プルプル当然ながら震える、まあ、震えなくてもね、さっきも来ましたし、確定なのでね、確定です。さあ、行きましょう。こちらもカウンさんは来てます。新キャラ。来てくれるか、いつ見てもやっぱりミッドウェイプルプルがいいですね。チビウェイ、チビウェイですね。さあ行きましょう。ヒーコ、ヒーコは乾燥しないからありがたいですね。さあプルプルもせずに、さあどうだ、やってきたのは誰だ。世の仕事は正しきを知り正しきをなすこと。黒騎士、世の遠征中に可愛い可愛い娘たちを嫁になど行かせてはおらんよな。世は貴様以外との結婚なぞ認めておらぬからな。はい、ありがとうございました。新キャラクターですね、シャルル、ありがとうございます。最後の最後で来たんですね、ありがとうございます。さあ続いてはプラチナガチャですね。プラチナガチャで特別枠で見ていきましょう。相変わらずクレオパトラが来ていないということですね。あとはシャルルが今来ましたので、工場で持ってないのはクレオパトラのみということになりましたね。まあしぶといというか、なんというか、いい加減来てくださいといったところですね。ギルビー、バーリーですね、よもつひらさか、なんとですね、なんと青ひげた。さあ行きましょう。先進が来てほしいな。今度は10連です、お願いします。さあミッドウェイやってきて、やってきたのみ。でも期待はしている。あ、来ました、ありがとうございます。さあ昇格するか。天才、天才は来ず、アモルですね、アモルは完走しております。さあミッドへやってきたのみ。さあどうだ、
さあ虹は、これはどうなんだ、お願いします。天才が来ず昇格もなしですね。さあ続いていきましょう。ドンと見とえ、おお、よく焼きてますね。おっと、プルプル震えた。今回は確率がいいですね。確率か、おっと3枚これは新キャラクターが来てくれるでしょう。どうやっても来てくれるはず、お願いします。すり抜けすり抜けだ。ブリューヒルデ以外は完走しております。あらマジかーっていう感じですね。さあミッドウェイやってきて、今度もまたプルプル震えている、プルプル震えている。さっきは 3つでしたからね。さあ今度こそお願いします、新キャラクターお願いします。なっとすり抜け、クリスマス猫がやってきました。さあどうだ、さすがに来ない、さすがに来ない。まあちょっとね、熱すぎな結果でしたからね。これはいいでしょう。まあしょうがないですね、ここは。もう勝ってるも当然ですからね。はい。3ついっぺに来てね、よかったんですけどね。おっと、これは昇格の可能性が、でもミッドウェイ来てないな。ミッドウェイが来てないとね、ちょっと期待は持てませんね。さあ行きましょう、ドンと。さあミッドウェイやってきて、やってきたのみ。それでも期待は持てるけど、さあどうなんだ、上がるか。素晴らしい成果でした。今回は青ひげーただけですかね。そのような感じですね。さあどうだ。まあね、ミッドウェイが来てなくても SSR の可能性はねありますから、引いていきましょう。さあ行きます。さあどうだ、やっぱりミッドウェイがね来てないとちょっとっていうところですね。さあお願いします、ミッドウェイやってきて、やってきたのみで。さあどうだ、金が3つ、昇格の予感しなかった、昇格しませんでした。さああと20連ですね。さあミッドウェイやってきて、やってきたのみ。さあどうだ、さあどうだ、これはよろしくないですね、上がらないですね。さあ最後いきましょう、ドンと。おミッドウェイやってきて、やってきたのみ。途中ね景気が良かったんでね、新キャラクター取れたかなと思ったんですけど、さあどうだ、素晴らしい成果でした。はい、終わりですね。武器ガチャは3倍が来てないのでこれで終わろうと思うんですけど、ダンジョンガチャチケットはどうだったのかな。ピックアップしか来ないんですね、 SSR は。ピックアップはまあ全員持ってるんでいいですし、ここでね、フェルまでなんですね。フェルまでだったら今引く必要性がないですかね。またね更新されるまでは、このままですね、ダンジョンガチャチケットは。今回はということでシャルルですね、新キャラクターシャルルが来てくれたおかげで、まあね今度はこれをどうやっていくかの問題ですけど、まあこれについてはねもうちょっと考えていこうと思います。コラボガチャがね来てるのが分かってるので、今引くのが得策なのかどうなのかちょっと迷ってる状況ではあります。まあコラボとね、14日からコラボが重なるので、まあ重なった時期にね、どういう風にするか考えてみたいと思います。はい、最後までね、ご覧になっていただき誠にありがとうございます。またねどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストボタン。
はい、どうも、こんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、宝器、武器種ですね、限定、ピックアップガチャということで、優勝ダイヤもあることなので、引いてみようかなと思います。ガチャ詳細ですね、持ってないキャラクターがクレオパトラですね。クレオパトラ、で、パラケスス、ヒサヒデ、エクカトルですね。で、先進枠ではギルビーとヨモツヒラサカですね。で、14体中6体がいないということなんで、まあ、これはチャレンジしてみてもいいんじゃなかろうかという判断のもとで、行こうかなと思います。まあ、バールとギャラルホルンとかはね、まだ育ちきってないので、いいかなと思った次第であります。さあ、行きましょう。優勝ガチャ限定。おっと。ちょうど2回分しか引けないですね。まあ、いいでしょう。はい、ドーン。さあ、誰が来るんでしょうか。ピックアップは必ず1体は出るので、さあお願いします。さあかぶりですね。うん、バールですね。よかったです。ではもう一回いきましょう。ドンとミッドへやってきて、プルプル震えず、まあこれは当然のところ。2体、うん、やっぱり2体は無理だった。はいお願いします。新規ユニットは来ませんでした。やっぱり甘くはなかったといったところでしょうか。はい、ではですね、今回の動画はこれで終わりたいと思います。最後まで動画を見てご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。